患後の生活、丁寧に支援。公明党の山口那津男代表は11月2日、東京電力福島第一原発に隣接する福島県川内村で、遠藤裕子村長や仮設住宅入居者らと懇談しました。川内村は原発20キロ圏内地域の避難指示が先月1日に解除されたものの、住民の中には生活再建のめどが立たないことから、帰還をためらうケースが多いのが実情です。下川内応急仮設住宅の入居者からは、隣接する自治体への道路整備を望む声のほか、病院機能を充実してほしいなどの要望が寄せられました。懇談後、山口代表は、仮設住宅にお住まいの方、仕事、生活の再建をどうしていくかというよう、仮設から出てどう生活を作るかというところに関心が移ってきていると実感いたします。そうした要望にかなうように努力してまいりたいと思います、と述べました。このほか山口代表は、遠藤村長から帰還支援やインフラ整備を柱とする要望を受けました。足元の経済注視し対策。政府と自民公明両党は11月5日、首相官邸で連絡会議を開きました。席上公明党の山口那津男代表は、景気・経済情勢について、消費・生産の回復に弱さが見られるなど、デフレ脱却・持続的な経済成長・好循環に向けてこれからが正念場だ、として、年末に向け与党として補正予算も含め積極的に検討したいと力説しました。雇用改善で若者に希望を。公明党の井上義久幹事長は10月31日国会内で記者会見し、統計数理研究所が30日に発表した日本人の国民性調査の結果で、いくら努力しても全く報われないことが多いとの回答が、20歳から30歳代の男性で 37% と他の世代より高いことについて、やはり若い人たちが将来に希望を持って活躍できる環境をどう作るかということは、今最大の課題の一つだろうというふうに思ってます。深刻に受け止めてですね、行かなければいけないと。やはり若い人たちの雇用環境というものをどう改善をして、将来に希望を持って、働けるそういう、環境を作っていくということが非常に重要だと。と強調、党としてしっかり取り組んでいく考えを示しました。一方、政治資金をめぐる問題が閣僚だけでなく野党幹部からも出ていることには、指摘に対してきちんと説明責任を果たすことがまず求められると述べました。母子家庭支援強化制度。11月4日に開かれた参議院予算委員会安倍内閣の基本姿勢に関する集中審議で、質問に立った公明党の長沢博昭参議院国会対策委員長は、すべての女性が輝く社会に関連して、母子家庭の平均年収が全世帯平均と比べて半分以下で、およそ8割が暮らしを苦しいと感じている調査結果を紹介し、昇進したいとか社会的地位ということよりも以前に、日々一人で子育てをしながら懸命に働いて、それでも生活が不安定な中でも頑張っていらっしゃる女性、そういう女性の輝く社会ということに目を向けるということも大切だということをちょっと申し上げたいわけでございます。母子家庭への支援を全力で取り組んでいただきたいと強調しました。また長沢氏は、御嶽山噴火で地元自治体に集まった安否不明被災者の家族に対する食事や寝具などの提供が災害救助法に適用されなかったことに触れ、被災者の家族が待機する場合でも国や県の補助で食事などが提供できないかと主張しました。女性の登用、再就職さらに。
女性の社会参加を後押しする女性の活躍推進法案が10月31日の衆議院本会議で審議入りし、公明党から高木美智代さんが質問に立ちました。高木さんは今年5月に公明党女性委員会が政府に提言した女性の元気応援プランについて、女性が新たな担い手として活躍している学術研究、農林水産業、土木などの現場に足を運び、聞き取り調査をするなどしてまとめたものですと同プランの意義を訴えました。答弁に立った有村治子女性活躍担当大臣は、公明党の現場力と女性の視点が生かされた具体的で力強い提言と評価しました。また高木さんは、出産や子育てで退職した女性が正社員として再就職することは難しく、大半がパートなどの非正規であると指摘。女性の潜在力を掘り起こすための具体策を行動計画に盛り込むよう訴えました。さらに高木さんは、働く女性が妊娠や出産を理由に不利益を受けるマタニティハラスメント、マタハラについて、政府は直ちに現場の実情を把握し防止に力を入れるべきだと力説しました。土砂災害から住民守れ。住民の命に危険が生じる可能性のある場所を土砂災害警戒区域に指定し、対策を促進する土砂災害防止法改正案が11月5日の参議院本会議で審議入りし、公明党から山本博史氏が質問に立ちました。山本氏は今年8月に広島市北部で発生した大規模土砂災害の教訓を踏まえた同法案について、公明党が9月に政府に申し入れた提言を十分に踏まえていると評価。一方で、全国で土砂災害発生が予測される危険地点が52万箇所に及ぶにもかかわらず、土砂災害警戒区域の指定が35万箇所にとどまっていると強調し、政府の対策を求めました。また山本氏は、高齢者や障害者らに配慮した福祉避難所の指定が遅れていることに言及。市町村間のばらつきが顕著になっており、指定促進を国も支援すべきだと訴えました。